皆さんこんにちは、ジャパカラファミリーママです。今ですね、ダダがコストコに買い物に行ってくれてるんですけど、その間にですね、ジャパカラファミリーの、スーパーの事情をお話しさせていただこうかなと思います。そうね、コストコはね、月に1回か2回ぐらいですね、行きます。2週間半ぐらいに1回ぐらいかな、な感じですね。コストコで買うものってね、大体決まってるんですけど、フルーツとか、あと乳製品とか、サーモンとかね、大きいの買ったりとか、あとお肉ですね。あとグラノーラとかいつも買うかな。で、そういうもの、大きいものを買ったりするんですけど、それ以外ですね、は、何回か以前の動画で登場してるスーパーストアっていう本当に大きいスーパーに行きます。でもね、あそこってね、大きすぎて本当に駐車場に止めてからお店に入るまでもなんか広いし、で、そのお店自体も本当に大きいので、そう、あれも疲れちゃうので、もう週に何回も行くってことはしないんですけど、あれも週に1回ぐらいかな。で、他にもね、違うスーパーっていうのはもちろんあるんですけど、そのスーパーストアよりももうちょっと小さめな普通サイズのスーパーっていうのも近くにあるんですけど、もうそこはねほぼ行かないですね。なんかやっぱりね、スーパーストアよりもちょっとお値段するかなって感じです。で、カナダ人の人でやっぱりスーパーストア大きすぎて嫌だっていう人もいるんですよ。そういう人たちは結構小さめなスーパーを利用する人が多いですね。で、そこもね、セール品とかあるので、そういうのだとやっぱスーパーストアより安かったりとかするんですけど、賢くスーパーをね利用してる人もいますね。はい。で、あと、もう全然スーパーってほどの大きさじゃないんだけど、野菜とか果物屋さんが最初だったのかもしれないけど、そこからこう徐々に品数が増えてって、そう、お肉とか、あとよく買うナッツとかですかね、ナッツの量り売りとかがねあって、うちらはよく使うんですけど、そういうところのスーパーも行きます。で、そこはさ、もう全然小さいから、あれ買い忘れちゃったっていう時に、わざわざ大きいスーパーに行きたくない時はそこを利用しますね。ちょっとお値段高くなるかもしれないけど、ちょっとめんどくさい時とかね、そういう小さいところを利用します。そんな感じですかね。 あとは私とかね、この日本人家計では、日本食をゲットするのには、近くにね、韓国のスーパーっていうのがあって、そこはこう車でちょっと10分ぐらいの距離だったので、結構利用してたんですけど、この間知った日本食が売ってるお店がオンラインオーダーできるってことを最近知ったので、で、今後はそこをね結構利用しようかなっていうふうに思ってます。で、あとはね、本当日本の家族から、日本食を送ってもらうってことがね、よく今まで結構あったんですけど、大きい段ボールでもうすごい大量に入れて、船便でですね、船で 2ヶ月ぐらいかかるかな、なんですけど、やっぱ大きくても送料が安いので、船便を利用して、うちの親がね送ってくれてたんですけど、でも本当コロナでね、カナダはまだ船便で送ることでまだ再開してなくって、もう本当それがね早く始まってくれって感じなんですけど、そうで、今カナダまでの郵便は2キロ以内のものだったら飛行機で、2週間ぐらいかかるかな、送れるっていうものだけですね、今現在。でも2キロなんてさ、あっという間じゃないですか。だからね、なかなかね、日本からの大量に食料をゲットするってことができないんですけど、まあね、ちょっと不便ですけどね、こういうのがね、やっぱ海外生活の不便さかなっていうのは思いますけど、いつもだったらこう日本に毎年子供連れてね、1ヶ月ぐらい帰ってたんですけど、そういう時とかもうスーツケース全部に日本食とかね、持って帰ってくるっていうことを今まではしてましたけどね。今年はね、帰りたいなと思ってるんですけど、これが、ジャパカナファミリーのスーパー事情でございました。でもうすぐね、ダダが帰ってくるので、そしたら、コストコの購入品の方もご紹介していきます。では、どうぞ。はい、じゃんじゃん行きたいと思います。こちら、ブラックベリー。混ぜるだけのサラダ、ミックスサラダ。ほうれん草、ベビースピニッチ、チェダーチーズ、こちら、ワイルド速海サーモン、あとイタリアンソーセージ、
こちらがチキンタコスとビーフジャーキーです。子供が好きなんだよね、これ。あんまり買わないんだけど、セールだったんですって。あとは、ラズベリーとイチゴと、こちらがバニラヨーグルトと、グリークヨーグルト3つセット、そして牛乳とバターです。はい、じゃあ冷蔵庫入れましょう。あとこれもだ、卵24個入り。はい、まだまだあるよ。あとは、メイプルシロップとグラノーラ、こちらがカシューナッツ、そしてバナナ、あともう少し、あとこちらケチャップ2個、2個セットと、こちらがサルサ、こちらがビタミン D3。 バンクーバーはね、曇りとか雨が多いので、ビタミン D、 太陽の光が全然もらえてないので、このビタミン D で補います。とこちらでかいポップコーンでございます。これ美味しいんだよね、スイーツ&ソーティー。あと最後はこちら、シリアルです。ダダが子供の時好きだったんだね、シナモントーストクランチで、子供たちも好きです。うちはいつもあんまり買わないんですけど、セールだったのでダダが買ってきてくれました。ということで、今日の合計金額は350ドルでございます。おいしい。はい、ということで、こちらがジャパカナファミリーのコストコ購入品でございました。ただご苦労様でした。はい、ピューちゃんのものはありませんでしたけど、いいですか。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いします。じゃあバイ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 。